気でしょ。一応高校行ったからね。違うとか言う。1ヶ月半は行った。漫画とかでさ、見るようなさ、なんか購買の焼きそばパンみたいな、ああいう経験をしてみたかったから、やれた感があって、ちょっと楽しかった。で、一応部活みたいな、そういうのにも入った。なんか習字クラブに入った。字を書くのもあんまり得意じゃなかったから、ついでに綺麗になったらいいなっていう希望もあったけど、一回も出てない。それどころではなかった。校則のルールとかさ、いろいろやっぱ中学校より厳しくて、もともとさ中学校で校則のルールを守ってないから、モーニング娘。としてデビューしてるタイプだ。まあよかったよ、1ヶ月半で終わって逆によかったです。その後仕事に集中できたのでよかったなって思って。